都心と聖女。
お帰りなさいませ。なんなりと。始めましょう。全てが失われる前に。疲れたよ。寝るな。寝たら死ぬぞ。って寒くない？ドラゴンを探し続けて気づけばこんな場所に来ちゃったんす。守るべきものを探し、遍歴を重ね、この地へたどり着いた。この地は守護者たる騎士を必要としているようだな。よし、今日からここがあたいの新天地だ。ビューティー旋風巻き起こしてやるぜ。あらら、もしかしてここは黄泉の国というやつでいすか？だったら借りていたものを返す時が来たようです。ここは記憶の一部が損失しているようです。うわ、筆が喋った。あなたは確か。私は人工知能ガンジー、おととい来やがれ。大いなる生命の流れが止まっている。なんて悲しい場所。大いなる流れを取り戻さなければ。
と、鉄夫によると、おはよう、明日の私。私は一日しか記憶が持たない体ですって。え？カップ、リン？ガブリンなのだ！人間とドラゴンが家族なんだぞ！すごいだろう！あれ？首、つながってる。なんで私生きてんだ？やっぱ、可愛いからかな。ここは見知らぬ大地。旅の恥はかき捨て。悟空って爆死しても OK ってことだな！ヒャッホー！巨神と戦う定めの少女たちに幸あれ。始めましょう。すべてが失われる前に。いい気分。どんな嘘つきも私の前では素直になるの。拷問官じゃなくて解放者と呼んでほしいわね。僕は戦闘サイボーグだ。残った生身は脳だけだから半人前以下かもしレディー X 参上。私が来たからには安心なさい。何でもシュワッと解決してあげるわ。機関が誇る天才捜査官、それが私。どんな謎でも私の頭脳でズビャッと解決してあげる。鳥になんてなれない。この大地の上で生きるしかないんだ。バーヤを知りませんか？お出かけするときはいつも一緒なのだけれど。困ったわ。どうしましょう。これじゃ、お城に帰れない。嬉しいわ。